あなたはコーンミールを知っていますか？日本ではあまり馴染みのないものかもしれませんが、実はアメリカでは家庭の味として長年親しまれているものです。コーンの優しい甘みを感じられるのも特徴になり、アレンジの幅次第で種類が豊富に楽しめます。コーンミールについて分かりやすく解説していきたいと思います。コーンミールは黄色の粉状のものになります。乾燥したトウモロコシの胚乳部分を使っています。私たちの身近なところで言うと、アメリカンドッグで使う外側のパンの部分にコーンミールが使われることも多いと言われています。ほんのりと甘みがあり、つい食べたくなる不思議な味をしていますよね。コーンミールは大半が炭水化物になるため、国によっては主食としてコーンミールを取り入れるところもあります。イングリッシュマフィンについているのもコーンミールなど、世界各国で愛されている食材なのがわかると思います。ちなみに少し粒の洗い物をコーングリッツと呼ぶなど、似ているようで違うものです。日本でもコーンミールの需要は高まっていますが、このあたりの基準は厳しく定めています。原材料が同じでも形状が違うと呼び方が変わります。コーンミールはアレンジしやすい食材でもあります。最も定番なのが小麦粉の代わりにコーンミールを使う方法です。パンに使ったものをよく見かけると思います。ほんのりと甘みもありつつ、コーンの風味があるので食事パンとしても役立ちます。またクッキーにもコーンミールを使うことがあります。他にバターやミルクだけを合わせる簡単なものになりますし、具材もシンプルなものなので安心してアレンジできます。また鶏肉でピカタを作る時の衣として使う人もいるようです。口当たりもいいので、コーン好きな人にとっては親しみやすく美味しいと感じるのではないでしょうか。コーンミールはもともと海外がメインの食材ではありますが、日本でも見かけることが多くなってきました。小麦粉にも似ていますが、調理した後の味わいもどことなく違い、癖になる美味しさがあります。コーンミールにしか出せない美味しさもあると思います。どんなアレンジをしようかなと考えるのも楽しみなのではないでしょうか。小麦粉と合わせて使ってみてもいいと思います。コーンミールの優しい甘みを実感してみてくださいね。今回もご視聴いただきありがとうございました。食べ物に関する情報をいろいろお届けしておりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。